どうもどうも、皆さんメリークリスマス。フライングですけれども、メリークリスマス。プレジョンさん、キラキラありがとう。めっちゃ寒いですね。めっちゃ寒いですね。クリスマスっぽいお洋服にした。でも角はトナカイ。よし、サンタさんと思いきや頭はトナカイ。ヤッホー、情報技術研さん、ハートありがとう。こんばんは皆さん、元気ですか？メリークリスマス。ほら鼻赤い。クワガタじゃないわ。イエイ、メリークリスマス皆さん。今日はクリスマスということでね、みんな配信1時間くらい楽しみましょう。みんなは今日何するんですか？今日クリスマスみんな何してますか？でもって言っても今日平日ですもんね。みんなは何します？今日トゥ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 。クワガタじゃないです。ちょっと違います。サンタさんと思いきやトナカイです。うん、のんびりしてる。いいねいいね。何もしてない。バイトになっちゃって、でもちょうど見れる時間だからよかった。あ、よかったよかった。クリスマスにありがとう、みんな配信来てくれて。これ上がまで見えないんですよね。今日はクリスマス、サンタさんは今日来るのって。サンタさんそれがこう来てないんですよね。おかしいことに、おかしなことに来てないんですよね。送りたいのかな、サンタさん。ストラドレイタさん、ハートありがとう。ナイスミドルさん、キラキラありがとね。煙突ちゃんと掃除したよ、サンタさんが入ってこれるようにね。 Yes 1983さん、良いお年をって、ありがとう。昨日はここの配信来てる人を見かけて、なんかたくさん見かけてるみたいですね皆さん。うん、ヤッホーみんな。え、すごい、なにこれ、初めて見た。エビ天うどんそば、ありがとう。エビ天そばかな、ありがとう。ドマさん、わさぴさん、雪だるまありがとう。ヤス1983さん、メリークリスマスありがとう。トマさん、 I love you ありがとう。ゴッチャ、キラキラじゃない、これは、ね、なんだなんだなんだ、でもキラキラだね、ありがとう。そうなの、今日は朝からフレンチトースト作ったよ。うん、クリスマスケーキは買ったんですけど別で。クリスマスケーキは夜食べたいんで。そう、サキポンのパパありがとう。花束、ごっちゃん、ハートありがとう。ソーセーさん、くまちゃんありがとうね。嬉しいです、皆さんありがとうございます。メリークリスマス。うん、エビ天ラーメン、ラーメンか、エビ天ラーメンありがとう、エビ天ラーメンなんか何なのか分かんなかった。うん、可愛かった。初めて見るギフト、
初めて見る、あのうどん、うどんラーメンのやつ。さきぽんのパパハートありがとう。みんなは今日ケーキとか食べるんですか。みんなは今日、みんなは今日何何食べんの。私のコメントまともに見たらダメですよ。見ちゃった。え、すごい。え、ゆいちちゃん21巻すごいね。21巻ってさ、何皿、10皿以上だね。すごいすごい。仕事だよって大文字できた。え、大人になったらケーキ食べないんですか。いやいやいや、クリスマスはケーキでしょ。ね、ケータリングのお寿司いいよね。なの、今からフレンチトースト食べる。今日作った。え、チキン5個すご、チキン5個すごいね。食べれるの、もう1個でいっぱいじゃない。調子丸さん食べたことないんですけど。俺クリスマスはクリスマスよ。フレンチトースト。もうなんかしなっちゃった。見て、しなっちゃったけど。美味しそうでしょ。スヌポンさん、プレゼントありがとう。ケーキはね、夜に食べたいんですよ。チョコレートケーキ。昨日もぎさんラストだったから握手会行ったんだけど、うんうんうん、そっか、ラストなのか。ラストの人多いよね。推し増えちゃった。あちゃー、なんか目が痛い。ふにゃはにゃ感がすごい。わかる。なんかずっとラップかけてたからかな。ラップかけちゃダメですね、やっぱり。ふにゃふにゃになっちゃった。なんかどちらかというと、いい、あのふにゃふにゃじゃない感じだったんですけどね。まあいいでしょう。いただきます、いただきます。うん、うん、もう朝作ったから冷えてるわ。冷え冷え。うんうんうん、どもさん、スノードームありがとう。冷凍庫に入れてバキバキにしたら、冷凍庫は嫌だよ。え、フレンチトーストって温めたら美味しいのかな。どうなんだろう、どうなんだろう。うん、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 私の得意料理フレンチトースト。みんなケーキでも食べながら見てください。あのフレンチトースト食べるけど。作ったことある？みんな。ん？ズンちゃんレンに行ってサラの推しですって言ったら、サラちゃんのインスタ毎回見てるって言ってた。嬉しい。大好き。あったかい方が美味しいの？分かった。明日以降温めるよ。うん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 、うん、温かいフレンチトーストにバニラアイス。
美味しそう。うん。うん。メリークリスマース。ひゆか元気だった？コッコちゃん握手会ではめっちゃ喋る。コッコちゃんめっちゃ喋んの？見てみたい。あ、じゃあ会えてないのか。なるほどね。ココちゃん喋るな、かわいい。ココちゃんなんかお話し会とかでもなんか静かそうなのに。かわいいね。こんにちは、メリークリスマース。違うメンバーに釣られたの？ありがとう。ひでりんごさん、クリスマスプレゼントありがとう。カラスのかーこさん、決勝ありがとうね。こんにちは、メリークリスマス。これ見えないんだよな、本当に。ココちゃんめっちゃ笑うよってユーモア豊かって。どんな話してくれんの？かわいい。自分からめちゃくちゃ話してくれます？ココちゃん、ココちゃん気になる気になる。なんか普段めっちゃさ、おとなしいからこそ気になりますね、そういうの。さあ、ヤッホー、メリークリスマス。翼欲しいさん、ありがとう。決勝ありがとね、嬉しいです。クリスマスいいね。でももう今日でクリスマス終わっちゃう。今年もメリークリスマス、メリークリスマス。ああ、クリスマスも寒いですね、とっても寒い。そうだ、サーモンはネイルをしたいんですよ。ネイル全部取っちゃったから、ネイルしたい。これ食べたらネイルする。もうお正月へのカウントだね。あと今年何日？もうあと数日ですよね。もうあと数日ですよね。何日？あと5日ぐらい。26、27、28、29、30、あと6日だ。6日で2023年終わっちゃうの？早くない？ちょっとありえん。どうしよう。メリークリスマース。なんかこれ変ですね、やっぱり。引っかかってるこれ。なんか引っかかってる。悲しい。こうか。よし。
おごよーっと。首にかけておきなさいって嫌です。ああもう、うん、どうしたらいいんだ。うん、絡まっちゃった嫌だな。どうなってんのこれ。あ、こうか、こういうこと。受けた。お、かわいいじゃん。かわいいかわいい。え、ちょっとかわいいけどさ、んー、なんか絡まってますよね、これ。こういうことか。まあいいでしょう。まあこんなもんですよね。こんなもんですよね。メリークリスマス。え、なんかお兄ちゃんから今 LINE ギフト来た。嬉しい。なんで？クリスマス？クリスマスプレゼントってこと？めっちゃ嬉しい。なんだろう。びっくりした。そんなもんでいいの。え、もうこんなもんでしょ。だってもう取れちゃうもん。握手会って懐かしい響きって、推しがいないから全然行く気がないから遠征もしてないって。なんかありがとう。でも嬉しい、なんかそうやって言ってくれて。でも私もなんか懐かしい響きだなってめっちゃ思う。うん、懐かしいよね、とっても。なんか変ですね、やっぱり。え、なんだろう、楽しみ。 LINE ギフト、お兄ちゃん私にも LINE ギフトめっちゃ面白い。え、珍しすぎるし、お兄ちゃんから LINE ギフトとか初めてもらう。嬉しい、楽しみ。こんな可愛い妹いたらもうさ、何みんな兄弟にあげたりする？クリスマスプレゼント。クリスマスプレゼントあげないか。誕生日ですよね、やっぱ。昨日ソララの握手会も行きたかったなって。ソララちゃんね、Bリアルやってないわ。そういえば調べただけ調べてやってないよまだ。でもなんかさ、あれ、ウランちゃんに聞いた数日後とかに思ったけど、友達やってるわって思った。うん、こんにちは、メリークリスマス。うん、なんかめっちゃ思うんですけど、なんか人から学んだものとか学んだことって数日後になんか聞くんですよね。数日後に、あ、これねみたいな。うん、なんかで数日後にテレビに出てきたりとか、もうワードがよくある、そういうの。うん、友達がやってた。うん、あるよね。ね、だいたい次の日に見ません？ん、これ昨日誰々が言ってたやつやんみたいな。うん、あと自分の知らない
感じとかそういうのもなんか次の日のニュースに出てきたりする。うん、すごい。フレンチトーストいいなっていっぱいあるよ。あ、そうそう、今まで全く知らんくて、そうそう、初めて聞いたようなワードとかもそう、習った次の日とかになんかニュースとかに出てくるよね。ああ、さあネイルしよう。ネイルネイルネイル、最近まで爪がめっちゃ可愛かったんですけど、徐々に剥がれて、おとといくらいかなに、おとといの前、いや、おとといですね、うん、おととい外したんですよ、全部お風呂で。そうだから塗る、今から。黒、白、黄色、違いますね。赤ベースです。赤ベース、レッドベースで塗ります。1233、ありがとう、キラキラってことで塗っていきますね。目にキラキラのしたいよね。何塗ろう、うん、何塗ろうかな。何塗ろうかな。何色にしよう。ラメがね、上に欲しいんです。赤の上に。それがめっちゃ可愛くて。あ、よいしょ。足がしびれた。ないんですよね。クワガタじゃないです。メリークリスマス。スタラドレイテさん、ハートありがとう。待って、クワガタじゃないんですけど、みんな私を誰だと思ってるんだ。みんなクワガタじゃないです。ノコギリクワガタ、ダメですよ、そんな。私はクワガタじゃないぞ、みんな。ここ折り曲げとこ。クワガタじゃないです。違うわ、みんな。なんでクワガタよ。で
確かに見えなくもないですね。クワガタに挟まれたい。やめときな。痛い痛い痛いよ。とっても。サンタコスね。サンタコス。でも去年までやってたからさ、なんか毎違うやつがいいかなって思ってシンプルにこれにした。これもかわいいな。かわいいけれどもね。なんか一個でビシッて決まる色欲しいな。ラーメンあるけど、分かんなくなってきちゃったな。ウランちゃんキラキラありがとう。よし、サンタさん風トナカイで合ってますか。そうそう、そんな感じそんな感じ。じゃあ塗ろっか、塗ろっか、塗ろうね。おくしょ、ドゥ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 。メリークリスマス、メリークリスマス。よし、じゃあ塗りましょう。何？マジでクリスマスにデートする風潮なんなのって感じ。デートね、世の中のカップルたちは今日デートですかね。タノはファンの方と楽しく過ごすのだ。よし、じゃあ塗る、塗りますね。この爪を可愛くしていきます。ちょっと今からさ、ネイル塗るからめっちゃ静かになるかもしんないでもみんなコメントしてね。まあうまくいかなかったら外しますよこれ。何作ってるの？今ね、ネイル塗ってるんです。だからとっても静かになりそう。そんな私はサラロちゃんの去年のサンタコスにメリークリスマスって載せてるんだけど、一番可愛いって嬉しい。あー、やっぱり私静かになっちゃう。ちょっと待ってねみんな。失敗したっていうに嫌です。静かに塗りますね。よし、配信中にネイル塗る人初めて見た。嘘でしょ、ネイル配信だよ、ネイル配信、ネイル配信です。ネイルを塗る配信。私前もネイル塗る配信したよ。メイク配信やんないからね私は。ネイル配信します。私メイク配信あんましないもんね。
爪切ってる人もいたから大丈夫って。ネイルだよネイル、寝るじゃなくて。てんてんてんネイル。そう、私のメイク配信レアですよ。全然しないんで。だってさ、メイク配信さ、だってさ、喋れんくない？いや、喋れるんですけど、全然喋れるっちゃけど、なんか恥ずかしくない？じゃあ寝ていいですか？ダメよ。ダメ。これ3回ぐらい塗るから。ちなみにすっぴんあんまり見たことない。それは嘘。よくすっぴんで配信してる。私すっぴん配信よくしてるよ。いや、なんか恥ずかしいっていうのはすっぴんが恥ずかしいじゃないんですよ。なんかさ、あの中途半端な時間あるやん、わかる？ファンデーション塗ってさ、顔が真っ白な時間、ああいうの恥ずかしくない？なんかすっぴんの方が恥ずかしくないかも。じゃあ次、すっぴん一回も見たことない。嘘つき。よく見てんでしょ。やばいぞ。よし、今ね、よくみんな見てるよね。ね、よく見てますよね、皆さん。最近の配信すっぴん多くなかった？だって。まあ黙っちゃうんだよね、私塗ってると。やっぱり困ったもんだよ。超静か。配信ハッて塗りなさいよって。塗る、うん、今塗りたいの。そう、今塗りたいの。私さ、聞いてみんな、私ね、ネイルね、ネイルね、私ね、あれなんですよ、あの塗ってすぐね手を洗いたくなっちゃうんですよ。だから配信中に塗った方が効率いいんですよ。他のとこを触んなくて済むでしょ、みんなと喋ってたら。そのうちに乾いてくれたら私は嬉しい。そう、塗り直しするのめんどくさいからね。ゆきたんはしよう。え、ゆきたん塩なの？意外。配信塩なんだ。そう、時間を有効に使ってんのよ。そうそう、そういうこと。そう、時間を有効に使ってるってわけ。そう、みんなとも喋れるし。ちょっとこれが下がってきた。悲しいなってどういうこと？どういうこと？うん、サラダは塩かな、胡椒かな。胡椒かな。
よしクリスマス一緒に過ごしたいって言って一人でネイルしてるってなんだなんかみんなと一緒にネイルしてるんです。ちょっと待って、なんかこれ下がってくるんですけど、ちょっとみんなあげてよいしょ。醤油甘めじゃん。シゲオ007さん、キラキラありがとね。あと一回塗ったらキラキラが塗れる。クショならくしゃみが止まらない。悲しい。そんなこと言わないで。なんかやっぱりこれ濃いんですよね。てか赤じゃないんだよな。赤って思ってね、みんな買ったんですよ。赤って思って買ったんですけど、全然赤じゃない。え、そう、濃ゆいの。めっちゃ濃ゆいんですよ。濃ゆい。濃ゆいって何？なんか、なんて言ったらいいんやろ。あのね。私表せるんですよ、この色。言葉で。ちょっと待って、あと1分、1本。私これ初めて塗った時にね、みんな。初めて塗った時に、そう、初めて塗った時にこれイソジンかと思ったんですよ。そう、これイソジンかと思って、でもまあ重ねて塗ったらめっちゃ綺麗になるんですけど、イソジンみたいな色してんのあのこっちの色見たらわかる。めっちゃイソジン、イソジン塗ってるんかっていうぐらいで、これにでもキラキラのせたらめっちゃ可愛いんです。そう、どんどん可愛くなるから、これからね。マジでイソジン。え、そう、うがい薬イソジンかと思った、初めて塗った時。でも初めて塗った時もキラキラをね上に重ねたので、まあイソジンに塗らなくて済んだんですけど、イソジンにならなくて済んだんですけど、そう、そう、イソジンかと思った。そう、赤かったのにさ、このお洋服じゃないや、このお洋服はまあオレンジ系ですけど、なんか私真っ赤と思って買ったっちゃう。そう、真っ赤と思って買ったけど、あの買ってみたらイソジンだった。私この赤想像して買ったの。払い止まんないって。そう、イソジンだった。これイソジン塗った方が早い、本当に多分これイソジン塗っても同じ色出るよ、3回重ねたら。そうそう、そう。でも匂いはちゃんと、マニキュアこれ何なんでしょうね。でもまあちょっと良くなってきましたよ。お菓子食べてるのに口の中がマジでうがい薬すぎるってドンマイしかないな。クリスマスにイソジンかわいそう。よし、いいじゃんいいじゃん。濡れた、濡れたから、濡れたんですけど、次キラキラを塗りましょうね。
キラキラとトップコート、ちょっとこれ本当に下がってきちゃった。髪の毛触りたい。よくなった。イソジンじゃないこれで、イソジンじゃないね。ちょっとイソジンに見えるけど、やっぱり。あーベルありがとう、極陽さん。べっこ飴、べっこ飴ってない、こんな感じの色の飴。じゃあべっこ飴でいいでしょう。キラキラどっちなのかな。キラキラこれ塗ってみたい。うん、買った。わ待って、やっちゃった。大丈夫だった。イソジンって聞いたのでイソジンにしか言えませんって。どのぐらいで乾くのかなって。うーん、割とかかりそう。よし、キラキラ次塗る。いけ。あーこんな感じね。なるほどね。ちょっと違ったかも。あでもちょっと待って、みんなに見せるから。なんか違うかも。なんか違うねみんな、これなんか違うね、なんか違うね。こりゃ塗り直しだな、こりゃ塗り直しだな。ということでこの子は違いました。なんか違うんですよね。違うよね、違うよね。落としたい落としたい。うーん、違ったな。ちょっと違ったよね、なんか違うよね。言ってってそれでいいよって。よくないんよ。これ塗ってみる。よし、次これ塗ってみる。あーなるほどね。え、これでよくない？どう？2本目ね、これでよくない？こっちでよくない？こっち、こっちよりこっちじゃない？どう？ちょっともうちょっと乗せてみるわ。ラメ、ラメ乗せてる今。どう？みんなこっちがいいよね。ちょっと見づらいけどいいよね。ねえ本当にって思ってる？みんな本当にって思ってる？どう？どう？こっちでいい？こっちじゃないよね、なんか。こっちはまあ後で塗り直しますね。でも本当にみんなさ、思ってる？思ってる？ねえねえねえ。いいって思ってんの？みんな。どう？これから1週間ぐらいこの爪ちゃんと付き合っていかなきゃいけないんだから、みんな結構みんな重大責任、重大責任。どう？みんななんかちょっと違うように思ってきた。
なんかちょっと違うんだよね。どうしよっかな。ちょっと待って、シンキングタイム。シンキングタイム、これ何なの。ラメ強くないって。いや、こっち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 じゃなくて、こっちこっち失敗した。ギャレスさん、ありがとう。プレゼントボックス、メリークリスマス。こっちがね、寝る、うん、ちょっとね、赤の一体見ないっていうぐらいね、出てきちゃった。どうこれ、うん、なんかな、とってもツリー感。嘘、本当に。じゃあ一回塗ってみようか。責任重大だった。重大責任とか言っちゃった。まあどっちもいいでしょう。赤じゃなくてピンクです。ピンク？ピンクつけたい。私ピンクつけたいんですよ、本当は。ピンク持ってないんですよね、今。のキラキラが欲しいんですけどね。でピンク塗ればよかったかな。ねえ、ピンク塗ればよかったのかな、私って。ピンク塗ればよかったね。ピンクあった。あ、ピンク見つけ、ピンク見つけ、これ塗ればよかったかな、これ塗ればよかったかな。え、これ可愛くない？どうしよう、ちょっと迷ってきたね。ピンクがいいと思う人、それともこれがいいと思う人。ピンクがいいですかね。ピンクがいいですかね。どう思う、みんな。ピンクがいい？でもこれはこれで可愛いな。青がいいかもって。めっちゃ面白い。桃色って。懐かしいな。自己紹介、ももかさん。よいしょ。虹色？オレンジね。オレンジ可愛いよな。オレンジとピンクのネイルって可愛いがね。私好き。あー、可愛いかもしんない、これ。やっぱりどう、可愛い？これ以外、今着てる服に合ってると思うって。これが？可愛いよね、今の色でいいかな。可愛いですもんね。色、私決めてきたんですよ。これでも決めてきたんですけど、塗ったらちょっと違ったの。これラメを変えたもんでね、前回と。じゃあよし、親指に塗ってみる。親指にね、塗ってみますね。えい、えい、どう？かわいい？あ、うん、大丈夫。
足の爪も塗りまして、足の爪ね塗ってるんですよ。もう足の爪はもうねまだ大丈夫なんですよ、塗り替えなくて。足はまだいい感じなの。そうまだいい感じ。いいねいいねいいね、かわいい。うん、かわいいよ。あーありがとうね、メリークリスマス。ちょっとネイルのせいで話す時間なんて、話していいよ。みんなあの話すよ話すよ、ネイルの間に合間に話すよ。ネイルしてる間に、えい、なんかこれつきづらいですね。なんでなんで話しかけてよ。ネイルに集中すると怖がった感すごい、怖がった感すごいよ。クワガタ、私、私クワガタですか？全然クワガタじゃないですよ。一昨日から5号ホールケーキをひたすら、5号ってさ何センチのやつ？12、16、15、18とかでしたっけ？ケーキって。ケーキのサイズってむずいよね、買うとき。難しくない？16センチもあるか。あ、うん、大丈夫ね。ケーキ、甘いもの食べたくなった？ケーキありますよ、冷蔵庫に。あ、お迎え来た、お迎え。ブーンって乗りたくなっちゃうね。バイクに乗りたくなっちゃうね。お、濡れた。濡れたよ。バイト頑張って。濡れたんですけど、なんか可愛くないな。まあいいでしょう。よし、できた。できたできた。できたできた。よいしょっと。これかわいいんだけどね。メリクリですって、ゆいちゃんメリークリスマス。みんなできたよ。よいしょ。あとトップコート塗ったらできる。ふう。みんな今日クリスマスパーティーしますか？する？なんかさ、爪切りすぎたかな私。爪切りすぎた？どう？これ以外完成。ピンクカメオさんありがとう。結晶ゆうちゃんハートありがとう。足しびれた、めっちゃ足しびれた。ネイルしてる間にそして誰もいなくなったみたいな。でもさ、そしたらメイク配信も一緒じゃないね。5号ホールケーキって3人から5人くらい食べれるケーキ。肉買って食べてる一人で、大変。ゆうちゃんハートありがとう。まさっぴさん、
キラキラ、ありがとう。これなんか新しいキラキラ、いまいち。クリパしたよって、おお、いいねいいねいいね、クリパ。雪だるま、ありがとう。どっかの美味しいケーキ食べたいなって、いいねいいね、ケーキ食べな食べな。うん、ゆうちゃん決勝ありがとう。ちょっと髪の毛を何かしたい。テレビで宮崎県の若草通り商店街やってたって。おお、すごい。何のテレビ？ギャレスさん決勝ありがとね、キラキラもありがとう。これ失敗した、こっちうまくいった、かわいい。宮本浩一さんキラキラありがとう、嬉しい。メリークリスマス。トントントン、本当にサンタさんに見える、ここまで見たら。でもこっから見たらトナカイ、ちゃんとちゃんとトナカイ。なになになに、三号亭ってなに。宮崎牛の専門店とかで美味しそうだった。絶対美味しい、宮崎牛は美味しいよ。E657 K さんキラキラありがとう、嬉しい、ありがとうございます。3号艇協定。あ、船この間なんかボートレースって言ってなかった、違う。ボートレースなんか言ってたよね。ボートレースなんだったっけ、何がボートレースだったっけ。うん、ボートレースの用語忘れた、なんかこの間言ってたんですよね。3は赤、3号艇、あ、赤の船ってこと、そういうことでもない。少し白も見えるので1の3ですね。待って、1の3って何、1がじゃあ白ってこと。佐賀牛や宮崎牛は牧場が海沿いで塩分含んだ草食べるから、あ、そういうこと？あ、沿岸にあるからね。うん、海沿いにあったらそうね、塩含むよね。そういうこと？お肉に塩味があるってこと？すごい。すごい。1時間経過ありがとね。美味しいよ、そういうことか。だから佐賀とか宮崎牛って美味しいって言われるんですね。超有名だもんね、日本一取ったり。確かに懐かしい表記、1の3とかね、白黒赤青黄緑、運動会みたい。なんか、あ、肉が締まる塩で、うーん、
すごい。宮崎牛美味しいよ。みんな食べたことある？みんな食べたことある？美味しいよ。焼肉食べたくなっちゃうね。お肉の話をされたら。そうなんで、タンとハラミが食べたい。松阪牛。あ、三重なんですね。三重なのか。行ったことないな。関東でも海沿いの葉山牛。へえ。米沢牛を注文中です。年末に来るの？あ、間に合うかなって。米沢牛ってどこ？伊勢海老。伊勢海老ね、美味しそう。キリンさん、こんばんは。嬉しい。あ、ふるさと納税ね。なるほど。米沢牛ってちなみにどこ？どこの県？山形か。山形有名？でも米沢牛有名ですよね。山形。北の方も結構あれなんですね。松阪牛はバイクのツーリングで伊勢神宮に行った時、松阪牛の牛丼最高だったって。美味しそう。サラノンノーゼ。なんだろうね、なんだろうね、なんだろうね、なんだろう。ピンクカメオさん、ありがとう。40分に終わろうかな。その角届くかな。あ、この角届きますね、きっと。はい、今私がつけてるこの、みんながクワガタクワガタっていうこの、なんですっけ、なんですっけこれなんだったっけ、なんだったっけ。トナカイ、トナカイの、トナカイのカチューシャが届きます。急に休みになったから早く届きそうなのを選んだ。あ、そういうことか。ノコギリクワガタじゃないです。ちゃんと鹿です。鹿？トナカイトナカイがなんか出てこない今日。あ、サイン入り？もちろん。ここにサインしますね。このわさわさしてるとこ、あ、わさわさしてるとこ書けないので後ろに書きますね。それかサイン入りでここに、こっちにメッセージ、ここにサイン、あ、サインメッセージとかですかね。なんかこれあれに見える、ジャビット、ジャビットくんに似てない？これオレンジに似たらジャビットや。え、角？オレンジじゃないか、黒か。ジャビットに似てる、ジャビットくん。トナカイも鹿の仲間ってことで。そうね。え、トナカイと鹿ってどう違うんだから。ノコギリクワガタを無理にトナカイにするから出てこないんでしょうね。もうクワガタしかも出てこん、みんなのせいだからね。ね、似ちゃうよね。これジャビットの、ジャビットくんの角にちょらん？めっちゃジャビットくんに見えてきた。ジャビノンです。
ジャビの。なんか明日からクリスマスの曲が流れないと思うとなんか悲しいな。あ、セント君、あ、それ一番似てるかも。セント君に一番似てる、この角。でセント君鹿ですもんね。仲間じゃん。仲間じゃないか。タン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 、トン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 、クルルン、クルルンって何？うん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 。ひずめはトナカイの方が大きいらしい。ひずめって何ですか？あ、これ？これひずめって言うんですか？角じゃないんだ。ちゃんと名前があるんですね。ゆうちゃんありがとう。決勝トゥ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 似てる？角？あ、それは角。これは角ね。ひずめは何？ひずめって何？クルルンといえばセント君。そうなんですか？セント君なんで？ひずめって何？わかんない。ひずめは足の爪？爪のこと？この一文字でひずめって思う？すごいね。セント君は有名です。セント君は有名やけど、イコールが有名ってこと？ひずめはひずめのことです。わかりません。足の爪ね。足の爪のことひずめって言うんですね。それ鹿の足の爪のことを言うと、そういうこと？まあいいでしょう。よし、そうそう、ランキング読んでいこうか。みんなもパーティーするんでしょね。じゃあランキング読んでいきますよ。あ、馬も？いろいろありますね。13位は、羊も？あ、じゃあそういうさ、四足歩行って言ったらもうみんなか。そういうなんか牧場にいる系のやつはひずめっていうのかな。じゃあ13位は、いくよ、読むよ。13位はやすさん、ありがとうございます。12位はブランちゃん、ありがとうございます。11位はアランさん、ありがとうございます。10位は翼欲しいさん、ありがとうございます。9位はゆうちゃん、ありがとうございます。8位はソースイさん、ありがとうございます。7位はギャレスさん、ありがとうございます。6位はカラスのカーコさん、ありがとうございます。5位はワサピさん、ありがとうございます。4位はヒダリンゴさん、ありがとうございます。3位は国用さん、ありがとうございます。2位はドムさん、ありがとうございます。そして1位はヤス1983さんでした。ありがとうございます。はい、
あ、豚さんは確かに。ギャレスさんハートありがとう、クリスマスにありがとうね。こちらこそクリスマスに見に来てくれてありがとう。じゃあ皆さん、ランキング、あ、もうランキング読んだよね今。ランキング読んだね。ランキング待てをもっとしちゃってた私今。じゃあ皆さん、今日は素敵なねクリスマスを過ごしてください。じゃあみんな行きますよ、せーの。あ、なに、指が立って、ね、毒、うん、なになに、指が、なになに、やっぱ私が思ってるような動物はそうってこと。じゃんけんクワガタどうでしょうね。じゃあいきますよ、せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんブン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 、みんなありがとね、メリークリスマス、メリークリスマス、うんうんうん、うん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 、ありがとうみんな、イエイ、メリークリスマス。そういえばあれ来なかったね、あのパンダさんですっけね、パンダさん来なかったね。じゃあみんな、真っ赤なお花のトナカイさんは、うんうんうん、いつもみんなの笑いもの。パンダはまだです。あ、パンダまだ、時間がまだってこと、時間がまだ、そういうことね。6時から8時じゃなかったっけ、8時から10時だった、そういうことか。みんなありがとうございました。じゃあねみんな、バイバーイ。みんな素敵なクリスマス過ごしてね。おやすみなさい、バイバイ、ありがとう、おやすみなさい、ハッピー。